い、皆様どうもおはこんばんちは、ユークチューブの時間でございます。お相手のユークスターダストです。今回もね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回はね、本編に入る前にいろんなお話をしたいんですけれども、まず一つ目はこちらですね。もう我らがボス、ビーズのタック松本、ニューアルバム、エニグマ。こちらの発売が4月にね、決まりました。で、エニグマというタイトル。これは謎とか不可解とかね、謎謎とか、そういった感じの意味合いのある、タイトルなんですけれども、第58回グラミー賞授賞式、こちらに出演した際に、発表になりまして、その時に、新曲ですね、Ups and Downs っていう曲も一緒に流れておりましたけれども、非常に楽しみですね。ということで、このアルバムを引き下げてね、5箇所でソロライブもありますので、稲葉さんのソロともども、タックの方も盛り上げていきたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、まあ今日この頃といえばですね、また話が変わりますけども、このユークチューブという番組が始まって気づけば1年経ってたんですね。全く気づいてませんでした。思い起こせば1年前なんですね、この番組始めたので。まあ毎日ではなくてね、途中途中休み休みやりながらのまあ1年という感じでね、365日あるうちの、今120何本目130本近い、動画上げてますので、まあ3日に一本くらいのペースにはなってはいますけれども、まあこれからもマイペースで、頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、それに合わせてではないんですけれども、ホームページの方がもう全面リニューアルされまして、頑張ってもらってホームページの方もできまして、で、今までこう不便かけてましたメッセージフォーム、こちらの方もね、ちゃんとしたメッセージフォームになりまして、普通に使えるようになりましたので、どうぞ番組へのメッセージはメッセージフォームの方、公式ホームページユークスタジオ .com の、方からお願いしたいと思います。で、さらにですね、YouTube の登録者、チャンネル登録者が1700名を超えたということで、こちらも非常に嬉しいなと思っております。のんびりマイペースでこれからもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあそんなこんなでね、まあ1周年ということで、何かするってわけではないんですけれども、まあ動画の方もね、1周年ということで、まあビーズのお話、まあもちろんビーズのお話なんですけれども、ビーズのお話でいきたいと思いますが、周年ということで、今回は、ビーズのデビュー5周年1周年じゃなくて5周年かよっていうね、感じですけども、5周年の時の、プレジャー93のジャップザリパーのお話をしてみたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。まずこのジャップザリパーの正式名なんですけれども、ウィーズライブジムプレジャー93、ジャップザリパーということで、こちらはですね、1993年の7月31日と、8月1日の2日間ですね、こちら静岡の渚園で行われました、ウィーズデビュー5周年、ね、デビュー5周年のイベントということで、初の野外ね、2日間合わせて10万人、ね、1日5万人で、かける2日間で合わせての10万人を動員した、ライブという風になっております。で、こちらの方は DVD でね、ライブリッパーとして、発売もされておりますので、ご覧になっている方はもう知っていると思いますが、今日はこのお話でございます。ただね、こちらの方の DVD なんですけれども、全部で15曲、収録になっておりますが、だいぶ、カットされてるんですね。ではね、まずセットリストの方から振り返ってみたいと思います。DVD の方で確認している方はね、ご存知だと思うんですけれども、最初の爆破のシーンから始まりますが、その後で1曲目ジャップザリパーからのスタートです。でね、今なのでね、もう皆さんジャップザリパーをご存知だと思うんですけれども、当時は未発表音源ということで、1曲目から知らない曲じゃーんという感じでのスタートでした。そこからですね、もう立て続けにヒット曲がつながっていきます。ゼロ、オーガール、カラカラ、ネイティブダンス、
Go Nude Go とつながっていて、ハートも濡れるナンバーですね。こちらの方も、若干あのテイストを変えての演奏でした。で、その後がタイムで、タイムの後で今度展覧会の絵に行きますけども、展覧会の絵って何ぞやと、これはのクラシックのではの有名ですね。ララ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 ラ今伝わったかなこれ本当に、これはね、サポートメンバーの、まあ、要は、セッションみたいな感じですね。でここからこの流れ、展覧会の絵の流れから愛しい人よグッドナイトに行くんですけれども、愛しい人よグッドナイト、こちらの方は、キーボードのみでの演奏でした。でこの後で、レディーナビゲーションの E スタイルアンプラグドということで、こちらは後々、ね、翌年のザ・セブンス・ブルースに収録される、レディーナビゲーションの英語バージョンでしたね。でこの後で、月光、ワナゴーホーム、ギミアラブですね。でその後で星降る夜に騒ごう、快楽の部屋、ホットファッション、ラン、裸足の女神、で、本編の最後がバッドコミュニケーションという感じで、演奏されていきまして、でアンコールがあります。でアンコールで太陽の小町エンジェルで、ブローウィンのヘビースタイルですね、こちらの方がありました。でそれが終わってからの2回目のアンコールということで、一番最後に、さよならなんかは言わせないを演奏して、終わり。で最後はもう花火がバン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 上がるというね、そういった感じの、野外ライブでありました。なので実際演奏されたのは全部で22曲なんですけれども、DVD の方に収録されているのは、15曲ですね。まあそのうちのワン・フォー・ザ・ロードに関しては、これはあのエンディングというような感じで使われているので、実際演奏はされてはいないです。あとはもう DVD の方は若干ですけども、曲順の変更があったりとかっていうのもありますし、収録されていない曲っていうのも結構あるんですね。これなぜかというと、まあ、あの定かではないんですけれども、前作の映像、ジャスト・アナザー・ライフですね、こちらプレジャー91の映像なんですけれども、こちらの方に収録されていた曲、あとは、カップリングになっている曲はカットされているというような感じになっていると思います。まあ、その中でもね、ハートも濡れるナンバーは収録されているんですけれども、こちらは多分ですよ、本当に多分なんですが、アレンジを変えたっていうことがあって、収録されたのかなと、思ってもおります。まあ、ということでね、2日間で10万人という規模でね、行われたライブなんですけれども、今はね、日産スタジアムなんかでね、もう1日7万人なんてね、ありますが、当時で1日5万人で2日で10万人、これは本当にすごい規模だったんですね。まあ、これだけの規模なので、スタッフやらなんやら本当にね、あのたくさんの方が動いております。で、ね、この日、この2日間なんですけれども、スタッフとして動いたのが、1500人。まあ、この他にもね、映像ではご覧になっている方は知っていると思うんですが、こちらの方はその DVD の歌詞カードの裏の、写真ですね、こちらの方がステージになっていますけれども、このステージの裏にはですね、このライブのために設置されたプレハブだったりとか、撮影用の、バス、あとは、音響ですね、音響だったりとか、メンバー用の、大型のバスだったりとか、11トントラックが3台、あとはキャンピングカーが2台、その他にもね、複数のテントなんかが並んで、スタッフ村というものが作られておりました。さらにね、すごいなと思ったのが、この2日間のライブのために、ツアーバスが出てるんですけれども、そのツアーバスの数が約500台なんですよ。まあ、2日間でね、延べ10万人が訪れたライブということで、ツアーバスが500台、今考えるとこれすごいことだと思います。ね、あとは DVD で見た方だったりとか、参加した方なんかは分かるとは思うんですが、ね、DVD で見てるとすごくね、天気の方も晴れていてね、まあ、今だとビーズの野外イコール雨みたいな、まあ、そういうイメージも強いんですけども、この2日間はとても天気が良くて、ライブ日和だったんですけれども、実はこの前日ね、リハーサルなんかとかね、もう設営なんかもあったんですが、
前日の30日、7月30日はすごい雨だったんです。で、これ本当にできるのかよみたいな、話もあったらしいんですけども、翌日はカラッと晴れたっていうね。まあ、前日は雨だったので、まともに、リハーサルもできずっていう感じだったらしいです。それでもね、この時はもうと晴れて10万人がね、もう熱狂したライブということで、本当に大盛り上がりだったのは、ライブの DVD なんか見てもね、伝わってくるんですけれども、ここで改めてですが、今度は、この時にね、販売されましたグッズを紹介してみたいなと思います。こちらがですね、当時のライブのグッズの申し込み用紙になっております。ね、現地で買えなくても後で、通販で申し込めますよっていう風な感じの、用紙なんですが、これを見てもらえれば分かりますけれども、感染キットだったりとかステッカー、ミサンガ、バッジでペンダント、ペンダントは、2日間ですね、2日分ありました。であとは、まあ、T シャツが2種類あったりとかリストバンド、あとは、タオルマフラーという感じで、タオルですね。であと帽子があったりビニールバッグがあったり、こういった感じで、グッズの方が販売されておりました。で、ね、DVD 見てる方はご存知だと思うんですけれども、黄色い星を振っている人がすごく大勢いるんですね。でこれはね、こちらの感染キットの中に、入っておりました。で、ね、今でもねライブにこのうちわを持ってきている方もねちらほら、見受けられますけれども、これは93年当時のこのジャップ・ザ・リパーの感染キットの中に入っていたものですね。でさらにね、この時面白いのがでこの時のチケットなんですけれども、今はね、紙になってるんですがこの時に関しては、プラスチックのカードなんですね。で、そのカードがこういった感じになっております。で、下の方がね、色がついているんですけどもこれは会場のブロックごとによって、色が変わっております。まあ、それでねこのチケットを入れる、チケットホルダーも感染キットの中に入っていて、当日ライブ当日は、これを首からぶら下げておいてで、現地を歩くっていうような感じで移動するって感じですね、っていう風になっておりました。そんな感じで初の野外ライブはもう2日間本当にすごいライブだったなと思いますよね。で、それこそまっちゃんがね、ギター爆破シーンなんかもあったりとかして、2日間でね、2本爆破させたのかな。で、実際今事務所に残ってるのが1本だったか2本だったか、しかないそうです。これはですね、2008年のグロリーデイズの MC でも語っていたなという記憶があります。まあそんな感じで今回はいいかないいかなって言い方おかしいんですけども、まあ、実際ねこの2日間野外でライブを行った後で、ウィーズの2人はどんな風に思っていたかっていうのを最後にお話だけ、したいと思いますが、まっちゃん松本さんはですね、日本人離れしたことはやりたかったと、前人未到みたいなことをやりたいなと思っていたと、稲葉さんはですね、僕はこの野外のちゃんとしたライブは初めてだったから、ああいうのを目指していたというかああいう気持ちよさをやりたかったというふうに、語っております。まあ、実際本当にこの2日間でね野外イベントビーズとしては初の野外イベントだったんですけれども、過去に本当デビュー当時にね、TM ネットワークの、イベントでね、野外イベントなんかもあったんですけれどもビーズとしてのね、単独の野外イベントっていうのはこのプレジャー93のジャップ・ザ・リパーが初めてだったんですね。でさらにこの10年後の2003年にデビュー15周年ということで、同じく渚園で、ザ・ファイナル・プレジャー・イッツ・ショータイムが行われたというふうな、流れになっておりました。はい、ということで本当今回簡単なんですけれども、プレジャー93ジャップ・ザ・リパーについてのお話を少しだけさせていただきました。どうぞ番組へのメッセージはユークスタジオ .com の方からよろしくお願いいたします。それとですね、動画で話せないような内容だったりとかあとはまあビーズの話じゃない、他のことなんかは、ブログの方に書こうかななんて思っておりますので、どうぞブログの方も合わせて、よろしくお願いいたします。ということで、お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。せーの、お疲れー。